はい、超検証第10弾達成記念振り返りということで、超検証シリーズ企画自体が10本達成したと、それを記念してですね、まあ、1本ずつ軽く振り返っていこうかなと。早速いきますか。サクサクとちょっとやっていきましょう。まず第1弾、2021年2年前の7月21日に公開した超検証 FPS 下手でも400時間ガチ練習したらソロダイヤいけるのか APEX、 これが記念すべき第1弾ですか。懐かしいなこれ。企画自体はですね、この超検証自体はブレワイもう終わる12月ぐらいには、2020年の末ぐらいにはちょっとぼんやりと考えてたもので、で最初何しようかなと思ってた時にこの APEX をやろうかなと思ったのはちょっと覚えてますね。ブレワイの収録が終わった3月ぐらいにはもう APEX の練習を始めてたような気がします。懐かしいですね。僕を追っかけて見てくれてた人は FPS を動画で上げるっていうのが結構意外だったんじゃないかなと。まあこれはもう最初にやりたかったこと通りやりましたよね。超検証なんでやろうかなと思ったかというと、ブレワイの時のですね、風の川塚の温泉があって、それを撮った時にもう個人的にめっちゃいい動画になったなと思って、達成感みたいなものを味わえたんですよ自分の中で。それは結構まあ病みつきになってしまい次の動画シリーズはそれに特化したような動画にしたいなみたいな考えていまして、これ APEX やろうかなという感じでしたね。 FPS 本当にトラウマだったんですよこれね。ちょっとあんまり伝わらない感覚かもしれませんけど、ま、本当に苦手で悔しさもあったんですよね。やってもやっても上手くならないなと思って、向いてない人間なんじゃないかとすら思ったりしたんですけど、でもちゃんとやってないなということも思ってまして、一方で、でいつかこう真面目にやりたいなと思ってたジャンルではあったんですよね。しやっぱ下手な分伸びしろがあるんで、やってて面白いかなと思ってやり始めたんですけど、いややっぱおもろかったっすね。基本的に一人でやってる FPS ってマジで APEX ぐらいしかないんですよね。他はもうちょっと手を出しては飽きてしまう感じで、ただ未だに APEX 自体は一人でせこせことやってるんでまあ好きなゲームなんですよね。なんでこれを題材にしようと思ってやりましたけども、いや面白かったなになっちゃうんだよなやってる時は苦しい時もあったけど、正直いやこれもう無理かもなみたいな、めっちゃ大変だったんですけど、やっぱねちょっとずつこう自分で仮説を立てていって実践していって少しずつクリアしていくみたいな感じが楽しかったですね。自転車に乗れない自分が自転車に乗れるようになったような気分というか、結構身体的な感覚もねあるんですよね FPS 上手くなるっていうのって、まあ、そういう感覚をちょっと身につけられてすごい楽しかったですね。まあ、まだまだ全然上手い人に比べたら下手なんですけど、めちゃくちゃ下手だった分、まあ、目に見えて成長するからね、それが楽しかったですね。こういうシリーズをやってると、この人はゲームセンスがすごいって才能みたいに言われるんですけど、多分この APEX の動画を見てもらったらそんなことはないということがよく分かってもらえるんじゃないかと思います。めちゃくちゃ下手なんですよね。ゲームに対する天才肌みたいなのは全くないんです、まあ本当に不器用な方なんで、その不器用さがやっぱり一旦マイナスからスタートなんで、伸びしろがあってこういう企画をやりやすいっていうのは逆に良かったっすね。不器用で良かったわということで、ソロダイヤ企画400時間やりましたね。まあ、これきっかけでもないんだけど、なんかいろいろお呼ばれしたりしてすごい良かったですね1年半経つもんな、これ超検証を始めてから。あっという間だよな、早すぎます。ということで第1弾はApex のソロダイヤ企画でした。達成できてよかったね、これね。続いて第2弾、超検証、最初の街から一歩も出ずにラスボスは倒せるのか、クロノトリガーでございますね。これか。この企画自体は LOM、 古くはLOM をやる前に考えてたもので、クロノトリガーもねやりたかったんですよ。
きたいなと思ってて、でもどういう企画でやったらいいのかなっていう、設定が全然思いつかなくて、で1個考えたのはこれだったんですよ。これだとストーリーをちゃんとクリアできないもんで、だからシリーズでは無理だなと思ったんですけど、単発だったらやれるよなっていうので、なんか今まで考えてたいろんな企画をできる枠組みとしてもこの長剣翔を使いたかったんで、まあ、ここで使ったという感じですね。いやーこれもねめっちゃ楽しかったっすね、まあ、やってること自体はね低レベルクリアなんですけどまあそのレベルの上げ方が異常っていう、まあよくある感じですよね。よくあるというか、まあよくはないんですけど、やっぱその最初の街にそのお弁当が置いてあったりして、そのお弁当を途中で食うみたいな、そういうのをやりたくて、ただねこれ実際にやってみて思ったのが、まあ大体こんぐらいのレベルでクリアできるだろうなみたいな目測はね立つわけですよ。なんですけど実際にやってみるとですね、全く違う結果になったり新たな発見があったりするっていうのが、これで気づいて、いややっぱ実際やるのってマジで大事だなと思いましたね。このラボス戦で最終的に自分でも発見してなかったような戦略見つけたりしてびっくりしたんですよね。だから頭の中でいくらこねくり回して考えてても、実際やってみると全く違う結果になったり違うものが発見できたりするんだなっていうので、これをやってねなんか後々つながってきた気がします。何でもこう自分で一回やってみるとなんか自分なりのものになるんだなっていうのがよくわかりましたね。すごい楽しかったですね。続いて、チートしまくる CPU を超高速で全員倒せるのか、ストリートファイター2ターボ長剣翔、これ第3弾ですか。これもね、いやもうかなり前から考えてた企画ですね。いや何年前だろう、もう相当前から考えてて、これはね絶対絵面が面白いと思ってて、でも正直受け入れられるかどうかは全くの未知数だったんですけど、動画自体は絶対に面白くなると思ってやった企画でしたね。でこれもやっぱりシリーズだと難しいなと思ってて、で長剣翔って枠組みができて出せるなと思って出した動画ですね、単純にこの倍速の絵面がめちゃくちゃ面白いから、でその倍速した状態でハメとかなしにちゃんと攻略したらどうなるんだみたいな楽しさを見せたかったんですよね。格ゲーってですね、俺ちっちゃい頃やってた時は友達とあんまりやってなかったんですよね。一人で仏間にあるテレビの前でコンピューター戦をやるっていうのをよくやってたんですよ。でまあ勝てないんですよね、全然勝てなくて、ずっとやってた記憶があって、まあその対戦の記憶よりもそっちの方がね強くてですね、でやっぱりこの動画としてもその抜群に見やすいっていうのがあって、格ゲーって最初に感じたのがその有野課長のゲームセンター CX でバーチャファイターの回があるんですけど、あの回がね本当に楽しくて見てて、なんか1キャラ1キャラ攻略していくんですけど、これがね非常に楽しい、独自の方法を試しながら攻略していったりするんですけど、でそういう動画をいつか作りたいなと思って、まあ、出したものの一つでもあります、はい、あとですねこの長剣翔ではいろんなジャンルのゲームやりたいと思ってるんですよ、マジでいろいろ。第3弾の時点で結構もういろいろやってますね。初回 FPS ですからね、それからロープレー、まあ、ロープレーはまあね、で格ゲーですからね、マジで多ジャンル、もうほんといろんなジャンルやってみたいんですよね。カードゲームもやりたいし、シミュレーションゲームもやりたいしということで、倍速ストツこれマジで面白いからな、なんかみんなやってほしいんですけどね、スイッチオンラインとかで出たらいいないろんな媒体ではできるようになってますね。はい、次第4弾、スマブラ初心者は100時間ガチ練習したら VIP いけるのか、長剣翔スマブラ VIP 企画ですね。結局前編後編で200時間かけたのか、そうですね、これで俺年越しましたからね、スマブラの懐かしい。まあ APEX 以来の長時間かけた検証になりましたね。まあなんでやったかっていうと、まあまず興味があったっていうことですよね、スマブラに。で割と格ゲー観戦勢なんですよ。スト5ももともと格ゲーを見たくて、どういう読み合いなのかとか分かりたくてスト5始めたんですよ。一応スト5 1000時間ぐらいやってるんですけど、1500時間やってます1500時間やってます。もちろん今でも結構観戦勢として楽しんでるんですが、エボとかねそういう大きな格ゲーの大会見てるとスマブラもあったんですよ。でスマブラ分かんないんですよね、やっぱ見ててもね。
これ結構持ち足りないなと思って、まあ、いつか自分でスマブラやってみたいなと思いつつも今からやんのもなと思ってたところにこのシリーズ始めたんで、あ、じゃあやってみようと思ってスマブラを始めたのがきっかけですね。正直ですね、格ゲー経験者じゃないですか、すんなりいくかなと思ったんですけど、いやもうね、エーペックスの比じゃないぐらいをつかめなかったです、このスマブラっていう。勝てないんですよね、マジで。いやもうどうしようどうしようがもう20日間ぐらい続きましたね。全くわからない、本当にわかんないわかんないわかんない、 VIP になってもまだよくわかんないなみたいな。でもようやく最近ね、なんか感染してて、あ、スマブラってこんな感じなんだっていうのがちょっとちょこちょこ分かってきました。なんかまあうまく言語化はできないんですけど、本当に難しかったですし、こんないいゲームだったんかと、スマブラ友達とワイワイやったことしかなかったんで、こんないいゲームだったんだなと思って、めちゃめちゃおもろかったっすね。キャラのバランスが、あんなめちゃくちゃなキャラいるのにさ、超不利なキャラいないよな。すごいゲームですよね、あれは。いや、もう今ではすっかりスマブラ観戦おじさんとして、かがり火とかですね、いろいろ見させていただいてます。はい。もうめっちゃ応援してます、いろんな人。スマブラね、面白いよね。早くやっておけばよかったな。ということで、第4弾でした。続いて、第5弾。転生してスライムだったら、世界は救えるのか、ドラゴンクエスト5。これは前編で、後編がハグレメタル1匹で裏バス10ターン撃破ですか。ドラクエ5。ドラクエ自体そんなに通ってきてない人間なんですよ、ドラクエ。6やって、1と2と3かな、自分でやったのは。が唯一だったと思います。あとはね、全然やってなくて、動画とか、まあ人のを見たりくらいしかなかったんですけど、なんでもう本当に全然知識がない状態で始めまして、超検証ってそのすげープレイを見せるっていうコンセプトじゃなくて、不器用なやつがどうやってクリアしていくんかなみたいな過程を見せるもんなんで、そういう分かんないこと自体も設定に入れられたらなと思って今回試してみたんですよね。でいろいろこう動画内で手探り状態で調べながらやっていくのも楽しくて、こういうのもめっちゃありだなと思って、動画を上げるハードルがね、下がりました、おかげさまで。さあ、もうバグとか調べるのがちょっと楽しくなりすぎて、めちゃめちゃ面白いんですよ、このドラクエのバグが。調べるの楽しくなりすぎて、そのバグの説明を詳しくしすぎた気がする。あんな熱心にしなくてよかったの、特に後編とかマジでバグの説明で20分ぐらい経つから、あんな熱心にしなくてよかったなっていう、振り返るとね思いますね。まあでも最後にね、最強のハグレメタル作れたんで、もう大満足ですね。ああいうね、木の実とかドロップさせるのも本当にマジで好きなんだと思って、自分でやってて全く苦じゃないんですよね。何時間やったっけな、60時間ぐらいやったっけ、ちょっともう覚えてないんだけど、老後はもうあれだけ木の実集めだけやろうかなボケ防止にいいんじゃないかな、あれ。それぐらいね楽しかったですわ。あとね、これそうなんですよ、とんでもない奇跡が起きてるんですよ、この後編で。エスターク戦でマジですごいえぐい確率引いてるんでぜひ見てない方は見てみてください。あれちょっとマジでびっくりしたっすね。多分この超検証の中でも相当な奇跡なんじゃないですか、すげえ確率引いてるんで。続いて、マリオカート。マリオカートですね、発売当時に憧れた日本最速記録を更新できるのか、マリオカート64第6弾。なんと今度のジャンルはレースゲームと、本当にいろんなジャンルやってますね。これもうタイトルの通りですね、子供の頃の夢ですよこれ。いやもうめちゃくちゃ やりましたからね、一時期マリオカート一人でこればっかりで、その記憶があったんで、実況始めたくらいの頃にですね、これいつかやれたらなと思ってたんですよ。それをようやく9年目にしてようやくやれたという。今大人になってやったらまあ余裕なんじゃねえと思ったんですけど、難しかったっすね、やっぱむずいわ。ぜひやってほしいわ。これをね、本番で3回連続成功させてた当時のキッズたち、異常ですね。あと動画としても結構新鮮で、やっぱレースゲームなんで、レースゲームのコース撮りみたいなねを動画にするっていうのがめっちゃ新鮮で楽しくて、なんかね、実際のレースでもああいうコース撮りみたいな漫画とかでよく見るんですけどね、ああいうの面白いじゃないですか、ああいう攻略を
動画にすんのも楽しかったですね。めっちゃ新鮮でしたね、これもね。またやりたいな、これレースゲームをね、昔いろいろやってたんですよね。峠シリーズとかやってましてね。あれアトラスなんですよね。今ではペルソナのアトラスがね、レースゲームを作っていたんですね。懐かしいわ。はい、続いて第7弾、スロットの儲けのみで殿堂入りできるのか。これね、ここからお気づきの通り前後編やめてますね諦めている。これか、ここから動画時間が長くなっていくんですよね。この動画を上げるちょっと前のゴールデンウィークくらいだったかに、図鑑を埋めるっていう生検証生放送やったんですね、ポケモン初代の。その後に思いついた企画で、でスロットの仕様がね、めちゃくちゃ面白くて、でこれを使ってうまいことをなんか絡めて企画にできないかなと思ってやったシリーズです。あとね、その図鑑の時もあったんですけど、単純にポケモンのジム戦がね楽しくて、これポケモン熱いなと思ってやってて楽しかったんで、ポケモンのジム戦のスリルを究極に味わえる、どうしたらいいかなみたいな考えた結果ですかね。やっぱこう一回ゲームをクリアすると、そのゲームクリアするとなんかね、なんか企画じゃないけどやりたいことが出てくるんで、頭の中でこうぐるぐる考えてるだけじゃやっぱダメだなと思いますね。実際にねゲームやってみないと。いや、これも楽しかったですね。おもろかったな。スロットもね、もう音楽マジでいいよな。いや、面白かった。これ実際にやってみると本当にね、もういろいろと戦略がね変わっていってね、考えてた段階ではねピッピとか入れれるなとか思ったりね、いろいろ思ってたんですけど、実際には弱かったりしましてね。もう正直に2度だけでぶっちゃけ全員抜けるだろうとか思ったんですけど、本当甘かったですね。このシリーズ自体が本当にあんまり前調べせずになんとなくいけるんじゃないかなみたいな検証失敗したらマジで失敗したってボンって押そうと思ってるんですけど、今のところそうなってない。これありがたいことに。でもいつか検証失敗ボンあると思いますあ、そう、あとポケモン初代のバグ、めちゃくちゃ面白かったんですよ。調べてたらめちゃ面白かったんですけど、これをね解説しないっていう選択が結構大変でした、自分を抑えるのが。もうこれ説明しだすと本当に2時間超えて2時間半とかになってしまうんで、ドラクエ動画の反省がいきました、はい、まあでもそのおかげもあって前編後編って分けてないんですよね。分けれないんですよね、ジム戦どこで前編後編分けるってなっちゃうんですよ。あ、でも YouTube ってもういいよね。ニコニコ動画だったら30分っていう縛りがあったんですよ。なんかもうブレワイの時もね、30分縛りなくなって、どん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 動画長くなっていって、最終的に1時間とかなっていってたんですけど、最近は1時間も超えちゃっていいよねっていうまあ最近なってきてて大変ではあるんですけどね、動画作り、まあ、一気に見れた方がね、見る側としてはまあいいよね。前編後編に分けるのはこの辺からやめてますね、はい。続いては第8弾、レベル1一人で FF7 の最強のボスを倒せるのか、ファイナルファンタジー7。いや、 FF はね、もう FF ファンですから。私小さい頃の FF3 でなんかもうじっくりゲームやることを覚えましたからね。もう FF シリーズは昔からずっとやってきてるシリーズだったんで、まあ、いつか動画出したいなと思ってようやく出せました。 FF7 なんてね、もう超ド世代ですからね、ようやく出せましたね。でもきっかけとしてはやっぱりデバッグルームの存在を知ったところですかね。いやーと思って、で低レベルはよくやってたんで、低レベルクリアで1人みたいなのをちょっと思いついて、このデバッグルーム使ったらレベル1 1人ユフィ作れていけるなーと思ってでやってみました。あとはこれも実際に1周ねクリアしたんですよ、企画をやる前にね。やっぱりね、マテリアが面白い、マテリアパズルがめちゃくちゃ面白くって、これうまいこと使いたいなというので考えた企画でもあります。やっぱりね FF7 も本当にいろんな人がやったりしていろいろやり尽くされてるかなと思ったんですけど、ね、自分で実際にやるともういろんな発見があるんですよ。全部掘り返されてるかなと思って山に行っても自分なりのね、なんかあるんですよ、財宝というか
それがやっぱり面白いもんでね、自分で山に行くっていうのが大事なんだなという、これもやってて思いましたね。本当面白い。レベル1指導でいけるじゃんっていう気づきとかね。最後はだって、ミヤブルを使うんですよ。こんな、ねえ、そんなことあるのか、始めた時はもう思いもしてないですからね。面白い動画でした、これは。で、個人的にはね、一番難しい動画だったと思います。これ、2時間もあるんですよ、しか。その、わかりやすく説明するのが大変でしたね。なんか前提とする知識が多すぎて、これを一個一個説明していくのが結構大変だったんですけど、いや編集がね大変でした。撮るの自体はねめっちゃ楽しいんですけどね、これよくこんな難しい動画を見てくれるなと思って、結構出すとき不安だったんですよね。いやマジで難しい動画になっちまったと思うけど、まあ見てもらえて、しかもねちゃんと見てもらえるんですごい嬉しいですね。ありがたい、その見てもらう人に支えられてますわ。ということで続いて第9弾ハート1個で最高難易度ハードコアをクリアできるのかマインクラフト、これが第9弾。これは去年の11月に出した動画ですか。なんと、デブネコモッド以来のマイクラ動画です、はい、と言ってわーってなる人が何人いるかわかんないですけど、あの一応僕ねマイクラの人だったんですよね、実はね。1年前ぐらいですか、マイクラの動画を上げてちょっとだけ名前を知ってもらったという。でマイクラ自体はねそんなに詳しくなくて、自分でクリアしたのも1回2回ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、いつかはしっかりとねマイクラやりたいなと思ってでこれをやりました。これはね撮ってて達成感は過去一でありました、これクリアした時怖くて怖くて、最後のエンダードラゴン戦怖くて怖くて仕方ないですよ、マジでやばかった。緊張がすごくてですね、見返してもすごいなという、死んだら6時間分パーですからね、また始めないといけないから。いやーでもねこのマイクラ毎回ワールド生成するたびねもう楽しいんよな。いやマイクラ面白い、それはもうみんな面白いって言ってるのはもう分かった、面白いゲームだわこれは。アクションゲームとしてねめっちゃ楽しいんですよ。ブロックを使ってなんか攻略していくっていう新鮮さ、それも楽しかったしね。あと編集もね楽しかったですね。編集でねマイクラってすごいいろんなツールが充実してて、スキンとかを持ってきていろんなポーズをさせれるっていうツールがねあるんですよ。ちょこちょこ随所にね入れてたと思うんですけど、死因とかのところですね、死んだ理由みたいなところに入れてたと思うんですよね。あ、こういうのでみんな画像作ってるんだとか思ったりして、へーと思って楽しかったです。マイクラならではのなんか文化というかそういうのがあるんだなと思って、編集もねすごい楽しくできました。マイクラ1時間を超えない動画にしたいなと毎回思ってるんですよ、信じてください。ということで最後、記念すべき第10弾記憶喪失皇帝一人でシチューを倒せるのかロマンシングサガ2。ロマサガ2ですよ。これもですね子供の頃もう本当にやったゲームだったんで、いや思い出ゲーですよこれこそ。なんでいつかは動画やりたいなと、いつかやりたいなやりたいなと思いつつやっとあげれました。記念すべき第10弾としてロマサガしかないだろうと。ロマサガ自体はでも本当にねいろんなプレイをされてるんで、すでにね先人たちの英知が詰まったゲームだとこれこそ思いますんで、どういう風に自分なりにやったら楽しいかなと思って、まあ七英雄自体も最強にして、皇帝自体も最強にして、自由にこう装備とかもね皇帝すらも選べるようにやったら、なんかいろんな戦略性があって楽しいのかなと思ってやりましたね。毎回毎回こう七英雄前にリセットしてやるっていうのもすごい楽しかったなと。何の皇帝使うかとかね楽しいんですよね、選んでいくので、一人ずつこうね戦術を考えるわけですよね。自分なりに考えたりして思想を使うとかですね、リマスター版の新装備で結構面白いんですね、あの辺がね。その紹介とかもしたかったですし、でラスボスに関しては、まあよく倒せたなと。あれはねちょっとマジで絶望してたんで、いやー大変でしたね、あれは大変だった。祝福を積んじゃうっていうのはもう本当に予想外で、まあでもなんとか回避できるし、本当にねやったらなんかうまくいくもんなんですよね。であと
祝福の上限99超えれるってやつも途中で気づいて、うわー超えれるんだと思って、でいろいろと調べたらすでに解析されてるっていうあれこれリマスター版からだけじゃないんだと、あそうなんだと思って、先人たちの偉大さを思い知りましたけども、あれもなもう気づいた時はうわーって思ってたな。ああいう発見がめっちゃ楽しいんだよな。あとは単純にね、ひらめきの音がもう気持ちいいとかね、 BGM が神とかね、まあ、それだけで野間さんが楽しい、ボス戦のね BGM 聞いてるだけでも楽しいもんなんですよね、野間さんがっていうのは。いや懐かしかったですね、野間さんが久々にクリアしましたけど、おもろかったっすわ。ということで駆け足になりましたけども、第10弾すべて振り返ってみました。いやもうどんどん動画時間長くなっとるインフレしとる。ドラゴンボールじゃないんだから、これ戦闘力のインフレがすげえです。ちょっとこの辺でねインフレストップさせたいなと思いつつも、でも1時間以内を毎回目指して撮りますからね、結果的に長くなってるだけですから、結果的にね。あとはまあ振り返って思ったのは、もっともっと多ジャンルのゲームやりたいですね。結構ロープレがねやっぱ多いんだよな、好きな分ロープレをやってしまうんで、もっと多ジャンルやってみたいですね。それこそねパズルゲーとかねやってみたいよな、シューティングゲーとかやりたいんですよね。だからどういう風に動画化していいかがわからんのよな、まったくわかんないけど、その辺もねいろいろチャレンジしてみたいですね。自分の活動方針としては、自分のやりたいことをマイペースにやるっていうのを変わらずねやっていければいいなと思ってますので、超検証でもそこは変えずにね、自分がやりたいゲーム、やりたい動画を、まあ、自分が満足できるまで上げていこうかなと思うので、まあ、ぜひ、ね、よかったら見てください。もう見ていただけるってことだけがもうありがたいと、本当にありがたいです。ということで、ちょっと最後のお知らせなんですけど、皆さんに検証してほしいこと、僕がですね検証してほしいことを募集します。募集、ゲームにまつわることだったら何でも OK です。めちゃくちゃ小さなものでも大丈夫です。小さい頃このゲームクリアできんかったなとか、ここのミニゲーム難しかったなとか、まあまあそんなそれぐらい小さいことから、もう大きなシリーズでもいいです。 Apex でソロマスターとかね、まあ、やりませんけど、まあ、そんぐらいそんぐらい大きなシリーズでもいいですし、まあ、何でもいいので何かあれば送ってください。で送り先なんですけど、ちょっとコメント欄とかねそういうところだと分散しちゃってチェックしきれないので、応募フォームを用意しました。概要欄の方にありますので、まあ、何かあればねそちらの方から送っていただければなと思います。はい、ぜひ送ってみてください。たまにねコメントとかでこういうのやってくださいっていうの、あ面白そうだなっていうのがあるんで、今回ちょっと大々的に募集してみることにしました。よろしくお願いします。で応募していただいたものについては超検証でやるかもしれませんし、なんかもまた別の企画でやったりするかもしれませんし、まあ、ショート動画とかでやったりするかもしれませんし、何かしらねいろいろと使わせていただくかもしれません。まあ、本当に気が向いたらで結構ですので、ぜひ送ってみてください。よろしくお願いします。で、まあ、次やりたいことですね、気になるので、ね、今のところですねやりたいことはまあ実際詰まっててどれからやろうかなみたいな感じなんですよね。実際今候補としてあるのはリストアップしても十何個かあるんですけど、まあ、何からやろうかなみたいな感じではある段階なんですけど、まあ、何かしらねやりたいです。超検証自体はねもうまだまだ僕が飽きるまで続けますんで、あの応募していただいた中でうわこれ面白い俺思いつかなかったっていうのがあったら、まあ、そっちからやったりするかもしれませんし、そういう意味も兼ねてちょっと募集をかけてみました。ぜひ何かあれば募集してみてください。はい、ということで、まあ、最後になりますが、いつも見てくださってありがとうございます。本当にもう見てもらえる人が誰であれ、見てくれる人がいるだけでも本当にいつもありがたいと思ってます。感謝しています。これからもね毎日投稿とかはできませんので見てもらってる方はお分かりかと思いますが、マイペースにまあ2ヶ月に1本なりそれぐらいのペースで上げていきますので、よかったら、まあ、動画が上がったらですね見てあげてください。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。